木村正則です。今日本メディカルハーブ協会っていう NPO 法人で理事をしておりまして、グリーンワイズっていうね、緑化会社をちょっとお手伝いしております。植物ハーブっていうのはどうにかして外敵から身を守りたいっていうことで、進化の中でいろんな成分を作り出してきた。相手がその香りで食べられないようにしたり、あるいはですね、傷がつくと傷口から菌って入ってくるんですよ。やがてカルスができて塞がるんですけど、かさぶたができて、それまでの間菌に対しては毒になるような物質を出して菌の侵入を防ぐっていうようなことがあると思うんですよね。抗菌とかそういう性質っていうのは、ある植物が自分を守るために持った成分だろうと思ってます。植物って割とこうイメージで捉えられがちで、特にハーブなんかは癒されるとかですね、なんか漠然としたイメージが強いんですけど、ティートリーで言えばですね、もうはっきりと機能性が明らかになってますのでね、その機能をしっかりとですね、生活の中で利用していくっていうことがこれからどんどん求められるんじゃないかなというふうに思いますね。ティートリーのその精油成分というかね、葉っぱの中にあるんですけど、部屋の中に閉じ込まってるんですよ。透かしても見えますし、ルーペ使うとはっきりこう点々点って分かるんですけどね、普段は香らないんですよ。だから葉っぱをこうね、鼻近づけても匂わないんですよ。ちぎらないと出てこない。相手にやられた時にしか出てこない。それを見てるとですね、植物が何のために精油を作って、何のためにどこに貯蔵してるんだみたいなのが分かるんですから。なんで、そういうふうに植物はもちろん自分のためにそういう成分を持ってるわけですけど、人はそれを利用していろんな利用の仕方をご先祖様が見つけてきてですね、風邪ひいた時にこれを飲んだら治りが良くなるっていうのを経験的に積んできたんですね。人がその植木鉢1個でもね、そこを通して自然界とつながってるんだっていうことが認識できるようになると、いや害虫も彼らも生きてるんだっていう目線とか、そうすると無駄な、化学物質使ったりね、環境汚染したりするのやめようとか、無駄にプラスチック製品使うのやめようとかっていうね、そういうふうな自然に寄り添ったライフスタイルを目指そうっていう気になってくれるんではないかなっていうのは期待してますけどね。